it would be cool, it could be too. Stop running around in circles off of what be fuel. Living them lies, eventually believing it's true. A lot of people here flaws, one could be you. It's outrageous and they just ain't nothing to save us. An ocean of brown fists and various flavors. A favor for a favor, man, this is the majors. Tell me what you would do with no phones or pages. No Kinkos, no FedEx, and no ATMs. What you gonna do when the police state begins? Well, it already began, but I guess it depends on what's really going on. Military target practicing. They finna write another Patriot Act again. The days are short, the nights are long. The fight goes on, the pistols and the pipes are drawn. Come on. We fight like barbarian guns inside of the corner. You might think that it's a waste of our time, and I think you would be right. Time, cause ain't no amount of dancing finna break the bondage. We go to war and transcend space and time. When every record ain't a record, just a shape behind. The combo, Park も行った. Park Hanjo, Park, Park. さあどうだ? Motti のシュートはディフェンダーに当たって、ああラインは割りません。Motti 粘る。スタンドから大きな拍手。Motti, Park, Motti, 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 Motti のクロス。少し大久保のショー手前サイドはパクチョンジンと大久保ということになります。なかなか大久保が思うように触れません。いやそうですね、さあボールは今これはチャンスですね、はい、大久保が中にスッと入ってくる。大久保が中に入ったんですがボールは逆にあのファーサイドの方に来ましたね。そうですね、ボッティもう一度ボッティに。この10番は要注意です。あいいシュートだ。そして先制ゴール決めました。大久保決めて。ボールはそのミッセルです。逆サイドこれ田中選手ですよ出ていったのは。前ですね、はい。チャンス。そのまま近藤渡してシュートだ。うおーキーパー。ボッティです。逆サイドに長いボール、古賀足で止めて、まだミスるボール、大久保から跳ね違いますと大久保走り込んでいく、キーパーをかわしたがどうだ、ギリギリでかわしたけれども、バッキーがサイドを押し込んだ、ポストに当たったところ、モッティが走り込んで決めました、同点です、後半の5分。これ同点に追いつきました。岩田もボールのカバーにうまく入ったかと思ったんですがね。そうですね、あそこはよく駆け出しましたけども、はい、やはり詰めが早かったです ね、 ね、ここから栗原そして大久保キーパーの前に差し掛けたんですけども、弾いたところボッティが詰めていました。これも大久保シュートでやっていったわけですよね。そうですね、シュート狙いましたね、出してね、はい、これでうまくカバーしたかと思ったんですが、こぼれ球ボッティを押し込みました。同点です。これもカットしましたボッティ。そして古賀です。ボッティがクロスを入れる。古賀、いや大久保、大久保が走り込んでいきましたがマウスを捉えることはできませんでした。飛び込んでのボレー、キムナミル、ボッティです。マククロスに入れる、飛び込んできた、これは外か、入ったか、入ったか、入りました。そこの位置はキーパー出れないんですよね、はい、いいし、いいものを持っているとかなり気をつけて見ているようです。そうですか。さあ、チャンスになる、大久保、キーパー出てくる、キーパー手はご覧いただきます。ボッティからのこのクロス、キーパーが出てきて、キーパーよく出てきましたね、バットよく出ましたね。ミスルボール、ボッティです。大久保に合わせる、
今の伊佐に動くシュート入った。大久保今日2点目、今度は右足で振っていきました。ポッティのパスも素晴らしかったですけど、はいすね、大久保の走るコース、はい、でこの駆け引きとバランス、シュート、はい、非常に心配の一つなんだそうですが、とにかくこれスタートから出してくださいという言葉。いいパス取りましたね。そのままシュートです、やった。先制ゴールになりました今シーズンの。やっぱりこれを見るとやはりボッティのプレーってのはね。そうですね、その前はキム・ナミルが浮き球をうまく処理してですね、いいパスが出ました。レアンドロはこれをダイレクトで流して、大久保、宮本、そしてボッティ、これ面白いカウンターのチャンスだ。4対3という局面ですが、ボッティがドリブルし、イーズルパス、パッカンジョ、パッカンジョがそのままどうだ、シュートだ、先制ゴールした、ね。まあ、大久保がそこでもつれて取ってから、ボッティが持った時も、パッカもずっとトップで ね、まあ、最後落ち着いて、はい、ちゃんとギャップ。ガンバは左の足首を痛めていたバンドがベンチからのスタートになりました。佐々木、山崎あたりは本当に途中交代でもいい仕事をします。いや抜けてますよ、決まりました。先制ゴールはヴィッセル神戸。神戸はいいスタートになる1点ですよ、はい、やっぱりボッティですよね、はい、このボッティ模擬のラインはね、結構やっぱり迫力あるんですよ。スピードがありますからね、そうですね、狙ってますもん、ボッティも模擬の裏一本をね、はい、この一本のパス、今日は日本代表岡田武史監督がこのスタジアムで観戦しておりますが、見ておりますが、まずは今日大久保が点を取りました。これも大久保のシュートです、バーの上です。しかしながら左足で持ってきました。この間の大分戦は鹿島アントラーズは大分にシュートを1本しか許しませんでしたが、今日はすでにこれ3本目のシュートになります。ボッティが運んで神戸の攻め、そして大久保のシュートは左足バーの上を越えましたが、形はできましたよね。できますね、鹿島もちょっとですね。あ、これはウェズレーにカットされました。しかしもう一度ボールがキープして模擬のシュートが入った、同点。模擬のシュート決まった、ゴール同点になりました。前半の18分、ツーパスがね、はい、入りましたね。ボッティですよね、はい、ボッティからでしたね、はい、オフサイドラインギリギリでした。模擬、はい、右足で押し込みました。このね、ボッティのね、スルーパス、そしてね、模擬のシュート、これ素晴らしい場面なんですけどね、はい、その確率高くなってきますからね。ここはダッシュよく石光がボールを奪いました。その石光からボールを受けたボッティ、ボッティがドリブルでもう一度右に開いていた石光、さあクロスボールシュート、鮮やかに決めました。神戸2点目ですかね。しないと今みたいに簡単に裏に出されるんですよね。ボッティです、ボッティ鈴木がよく触りました。メインスタンド総立ちのチャンスのシーンでした。ヴィッセル神戸、息子さんに捧げるゴール、鈴木に阻まれました。非常にこうテクニカルなシュートでしたね。ああそうですか、はい、この中でのやつです。キム・ナミルが中央の、そこからキム・ナミル引きつけてボッティ、中央に吉田が入る、パッカンジョが入る、吉田が、吉田隆之、今日2ゴール目。この時点でもう中空いたんですよね。今もう阿部も前に入ってますし、その後ろスペースありますよね。でいないんですよ。要は切り替えた時に危ないっていうところに戻ってる人がいないんですよね。で坪井もここまで引っ張られてると、でセンターバック引っ張られてるんだから、がポッティに入る瞬間っていうのは素晴らしいスピードで中入ってきましたね。さあセットプレーコーナー、ボッティが送ります。ボッティ北本がスラース、ヴィッセル勝ち越し、最後は北本、失礼、この失点は今夜これで3ゴール。すらしたところ、
キムナミル、そして吉田、下がったところに田中、レアンドロ、来たー、すごいね、素晴らしい、神戸先制、見事にコーナー隅に突き刺しました。中盤で大久保が絡んで、そして前へ、いい形でシュートまで行きました。行きましたね、大久保から、まあ、ここでトライアングル作ってキムナビルの精度の高いパスで相手の背後を使ってますよね、吉田が、はい、まあ、ここからシュートのこぼれですけど、逆にこうヒールキックをうまくフェイントで利用してシュートコースを作ってね、はい、まあ、見事なシュート決めましたね、ボッティ久しぶりじゃないですかね、 あの形はね、はい、しっかりとコンパクトに今保たれてるんじゃないかなと思いますね。ここはねじめからボール攻守入れ替わったヴィッセルにボッティに、右サイドフリーですよ、さあどうだ、パックアンジョフリー前開いた、パックアンジョー、こぼれたところ久保頭を越えた、ディフェンスの指示があったパックアンジョが戻ってですが、早川が抜かれた、ボッティだ、中にはレアンドロ、ファーに近藤、どうするボッティ、レアンドロ守りました、菅野高野、ほぼ広島は、まあ、前節怪我からウェズレーが戻ってきましたが、ほぼ不動のメンバーで今シーズンは戦っています。レアンドロ抜け出す、オフサイドありません、狙う、ドカーン、追いつきました神戸、綺麗に壁を越えていきましたボッティ、下田はちょっと準備が遅れてしまったんですね、チャンスですね、ボッティ、レアンドラをサイドポジションだ、ボッティ自分で行く、一人かわした、右大久保嘉人、シュート、シュートだ、最大のピンチを迎えた、どうだ、前に当たった、まだある、ヘディングシュート、決まった、先制ゴールはヴィッセル神戸、ここドリブル、大久保のドリブル、繋いだパックアンジョ、外側をボッティ、素晴らしい動きだ、ボッティどうするか、クロスが入ってきた、向こう側、これはプレイヤーです、そうなんですよ、はい、日産その岸選手なんですけれども、やはり仙台さん、あ、もぎだ、もぎだ、もぎ、バカのシュート、先制ゴール、今日が101をコントロールして、ですね、ジムソン、大久保、ボッティ、この裏から走ってきた、はい、ここですもんね、いや、落ち着いて決めましたよね、一つサイドがポイントになるという中で、前半から駒野を圧倒して、少しどうしよう、あのパスの変化、スピードの変化もないですからね、神戸としては守りやすいようにも見えますが、ポッティ、ポポシュートを放つ、ポポ3対0してる神戸、なかなかすが、どうやら長いトンネルを抜け出しそうなヴィッセル神戸、一番遠いところの、ね、選手、はい、ピンポイントでこのコントロールからのシュート、ね、斜めにサポート、ボッティ浮き球、ターゲット徳良、左足で打ってきた、決まった、開始3分、徳良いいからだったと思いますが、ね、浮き玉が入りました、胸コントロールからこのシュート、最下位に落ちてこのゲームを迎えた神戸、一旦ボールを最終ラインから回していって組み立て直す、こちらサイドに大久保がスーッと走っていますが、前にボールがあって、ヘディングで押し込んだ、キム・ジンヒョンが弾いたが、これ押し込んでゴール、先制点はヴィッセル神戸、背番号11番ポポのゴールでまず1点、先手を取ったのはヴィッセル神戸、手元の時計では前半の13分、さあまず1点を先制しましたヴィッセルです、このプレーです、ヘディングで押し込んで、うん、
ボッティですね、最初の、ねはい、ヘディングシュートに対しては、ねキム・ジュヒョンうまく、ね、反応してるんですよね、はい、この後、ね、ボッティが早かったですね。ボッティがもう角度がないところから押し込みましたね。今あの辺りはボッティのうまさでした。できませんでした。サービスでのカウンター2対2の状況です。ボッティ立てます。レアンドロ、レアンドロ抜いた、そして流し込むことができるかどうか。レアンドロまだキープしている。キッカーはボッティ。後半の11分狙っていったか、直接ゴールにボールは向かっていきました。感情。そしてボッティ、ファーサイド北本折り返した、チャンスだ、シュート、レアンドロ。ヴィッセル神戸ボッティ、近藤がいます。どこへ持っていくか、シュート、レアンドロ入った。レアンドロのシュート、ゴールインです。追加となりました。ボッティから、これレアンドロ完璧でしたね。いや高さでは十分、神戸に対して大宮も太刀打ちはできると思うんですけれども、はい、この守るシステムですよね、うん、ゴール前に非常に人数をかけ、はい、マンツーマンではなく全員がゾーンで、さてチャンスを作るかな、ん面白い、いやオンゴールですか。オンゴールですね。5点目が入りました。ボッティのマイナスのボール、距離で速いボール、はい、クリアするの難しいでしょう。これはね、うん、5点目が入りました。コンディションいいですね。このスピードが、縦のスピードがあります。ガナハ小さなパスが、あ、面白い、いや悪くない、いや入った、1点返しました。ボッティレベルの高いゴールでしたね。これ狙ったんですよね。狙ったんですね。素晴らしいアイデアですね。ボッティ今シーズンの2点目です。30後半39分と一応お伝えしておきます。オフィシャルのタイムは後でご紹介します。あ、クロス気味のシュートで、見てくれた人はどう思うかっていうことを考えると全然違うんじゃないですか。まあ、3-0 で勝ってたゲームですからね。ボッティ、ボッティからのパス、よし、ここは田中が決めました。いや入った、田中が決めました。今度は田中決めています。4対2。前半の37分、これもいい時間帯に取りました。ボッティから、まあ、いいところにまた相手のディフェンダーの足に当たる。ボッティ3対2ということになります。神戸3人、エスパルスまだ戻れない2人、いいぞ、これはそのままシュートだ。岩田との、まあ、静岡ダービーがあります。チャンス、そのままボッティシュート決まった。右隅狙って本当にうまく決めました。息の根を止める5点目。これは完全に決まりましたね。はい、もなかったと思うんですけれどもね、うまかったですね。あ、いや本当ですね、見事なコントロールでしたね。これね、わずかにアウトにかかりまして、キーパーのあの辺りでバウンドさせるなんてね。ボッティどこを使うか、前線ボールを出してきました。ヘディングシュート、吉田のヘディング1対1。ボッティのクロス一線、見事にヘッドで合わせました。1対1の同点になりました。ヴィッセル神戸、いいボールでした ね、 ここでね、やはりボッティね、はい、フリーですよね。そうですね、ボッティにしか、ね、出せないようなボールですね。そうですね、本当に吉田触るだけというね、はい、素晴らしいボールでした。もう受ける吉田がね、もうここしかないと、はい、私ははっきりとしたら抜けた、パッカン上ループシュートを狙って3点目が入りました。ね、今まで出てた選手とシュートが出てね、そのコンビネーション、最終ラインのね、上げ下げの駆け引きだとかね、疲
少しま立ち上がりからあの不安定な部分ありましたけどね、セレッソディフェンス完全に抜け出しました。パッカンジョは中途半端になった。田中秀夫3対3になっていますが、田中秀夫横へ入れてフリーだ。ボッティー2対4になりました。勝利を決定づけるヴィッセル神戸、相手のディフェンスのミスを見事につきました。2対4。安田痛恨のパスミス、横パスを相手に取られてしまいました。この、ね、横パスを、ね、本当にこれ思い切って、ね、狙ってましたよね。狙ってましたね。田中秀夫ボッティはもうフリーでした。